方すっかり忘れたんでね、ちょっと考えてます。久しぶりにやるんでね。ここはペンギンですね。アザラシか。女性かな、これはね。アシカか。そんなことして遊んでたのかな、これで覚えてないな。なんかゲームとかあってんけどな、ミニゲームとか釣りもあったしね、確か。ここにね、自分が釣った魚とかがいてるんですよね。川とか海でね、釣ってきた魚がここに泳いでいるんです。
これは釣ったんじゃないな、最初からいたな。骨だけの魚もいますね。これ。これが海釣りですね。ここ行くのが。で、こっち側が、川釣りですね。こういういろんなゲームがあります。っていうのを紹介したくてね。僕、みんなの水族館、これの動物園もあります。みんなの動物園、それは僕持ってないんですわ。買いたかったんですけど、スルーしてしまってね。その時買っとけばよかったなぁと。これの動物園版もあります。アシカ、イルカ、ザラシ、シロイルカ、ペンギン、ジンベエザメ、シャチ、クマノミが、まあ変えてる状態なんですけど、鯉とかも釣れるんでね。川でやったら、ここ2カ所まだ埋めれてないですね。なんかがプレイしていくことによって、ま、何かが入るんですね。ここ2カ所に。まだやり足りてないということですね。またぼちぼちやっていきますんでね。これも。また楽しみにしといてください。一応台頭から出てるゲームなんで、面白いのは面白いと思います。それでは皆さん、さようなら。短かったけどごめんなさい。